じゃあ、画像なんで、いきますね、そのまま。はい。うん。いけんの、戸田君。大丈夫ですよ。見てます。配信。配信。はい。むっちゃむずいやん。何これ。え何これ。どういうこと？何これ？何を聞かれてるのかわかんないんだけど。これで？ない？いや、もう、そういうことでしょ。え、バックパス。あー、いやー、くそー、間に合わなかったあー、そういうことか。バックパスの意味は俺もよくわかんないけど、バックパス、バックパス、でもバックパスだよ。ね、バックパスだわ。はい。やられた。むずっ。じゃあ席行きます。お願いします。髪よくしゃくしゃ本当に本当に謎解きなんですよ。うわっ、1から7までつないで、1って何つないで解いたの。あああれクレヨンだよね。人参、バナナ、サンダル、ちょっと待って、1ってどれ。え？え？ユニフォーム？おー。あー。あー。え？なんで？あ、ユニフォーム。イチジクと人参、サンダル、クレヨンって多分数字が入ってると思うんですよ。あー、あれイチジクか。なんかドラゴンフルーツしか出てこなかったもん。イチジクがわからん。やばー、いきなりしたなんすか。ユニだけで言ったけど、6音か。あ、なるほど。次いきます。はい。何これ。キーパー。つない。よし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 。押せなかった。よし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 。グーチョキ。え？なんで？キーパー。ああ、グーチョキパーか。ああ、そうですね。よしよしよし。うわ、やるわ。いや、イッシーさん、俺よりも早く分かってたっぽかったよね今ね。押そうと思ったら押せなかったです。あれ、今押してみて。大丈夫？今押せないんですよね。あ、もう。終わりです、ね、終わり。脱落。ちょっと更新とかちょっといろいろ試してみてください。あ、来た。これできるか。嘘だった可能性出てきたな。いや、嘘ってことで。余裕あるわこの人。じゃあ次行きます。はい。クマ。クマ。あ、やってもた。松屋さん。俺が思ったわ。松屋さん。ああ、クマ。当てたね。え、言ってました、言ってました。ああ、言ってます。え、今、ごちゃついたからでしょ。うん。そう、俺のせいよ。うん。ナイスナイス。早かったなぁ。じゃあ次行きます。真ん中がないってことでしょ、つまり。真ん中。あ、そうですね。真ん中抜いてるってことよね。くそ。名前言われたか言わんとあかんの。はい。ああ、石井さん。平和。うん。いや、もう行くんやろ、あと今から。やる？もうボコボコな、押してんな。素晴らしい、素晴らしい。なるほどね。間違える可能性もあるから、押しといた方がいいんじゃない？いや、押しといた方が。そうだね、その通りだわ。はい。あ、はい、始まった。行っちゃった。始まった。いいよ。
え、2番がわかんない。あー、そういうことか。何これ、2番わかんないね。あー、マジで、早っ。ガナリさん、ハッピー。なんて言ったガナリさん、ハッピーに。どういうこと、ガナリさん、説明して、解説して。それはオッケーだ、ハッピーやからな。いや、じゃあ解説してからいいか。じゃあ解説して。うちなんだこれ、うちどういうこと、ペース。いや、だからマウス、ハウスで H やんか。はい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 、でやってたらもうなるでしょ。え、2番何、2番はスペース。あ、スペースか、スペースか。なるほど。あ、スパイスか。ビーチでビーチ。え、3番は？キャッチ。あ、P か。もう正直、2がわからんって誰かが言い出したから一回みんなやめた。1、3、4でもハッピーしかないなと。ねえ、すごいんだけど。マジか。ハッピーな答えだった。あんま聞いてくるのやめてほしかったな。いや、ちょ、それ、ちょっと。5文字合ってんねんから、もう合ってるやんっていう話。いや、でも、ハッピーって、俺の中では4文字だからさ。だから、ああ、そう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 。そうなんだよ。あ、そうか、何にも分かってなかった。そう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 。マジですごいと思ったよ。よし、じゃあ、次行きまーす。はい。ウニ。ああ、はい、なるほど、なるほどね。ちょ、解説して、解説して、ちゃんと、ちょっと、陸の、俺がすんの、俺がしてもええんか。いや、そうそう、川上さんがして。陸の意外側はウニで、海のそれはウニや。いや、くそー、もう今までの傾向から、もういろんな文字解説しようか。意味が迷う問題だったな、ちょっと。オッケー、よし。理由ではないよってことね。いきまーす。はい。あー、もうわかんないわ。はいはい。うわ、もう誰かやってほしい。何これ。あ！全然わかんないわ。うわ、これもう間に合えへんな。思いついて。わ、間に合わない、俺も。じゃあ誰が先頭？俺はたまさかに間に合えへん。思いついてもな。ああ、なるほど。うん、分かるんだけど、全然分かんない。マジで、何これ誰、誰って、人なん、もう顔見て人やと思った。え、イシさん分かる？いや、全然分かってない。やばい、全然思いつかないんだけど、何これ。もう、何これ。あ、分かった、はい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 。そんなもん絶対間に合えへんって言うてか、結構足すな。あー、くそ。佐々木さん、ベッカム。違った、いや、これマモさん行くしかないって。何？行くしかない、もう飛び越えるしかないって。何よ、何が。あ、負けた。カナイさん、そう、イブニング。あ、イシさん、インターネット。ああ、やられた。最悪。ああ、間に合った。イシさん、ちょっと書いとけよかった、これ。よろしく。
解説お願いします。はい、ですね、これが、右から左に読んでいくんですね。で、上がまず4って書いてある。数字の。そういうことか。で、2行目が6、5なんで、多分数字が下がっていくんだろうっていうので、うんうん、と、1行目が4から3なんで、3っていうのが出てくる。確かに、確かに。で、3行目が8なんで、その1個まだと戻るから7っていうのが入って、うん、まあ、多分、3、4、5、6、7、8ってきたから、下は最後の目は多分9、10だろうっていうのが、なんとなく読み取れるんで、10と9を全部右から配慮に入れていくと、インターネットが出てくる。ああ、もう、マジ、天才じゃん。なんか、数時間なと思ったら、そういうことやった。え、翼くん、これ、その、あのスピードで気づいたん？いや、気づいたやろ、遅すぎ。気づいて。あ、紙ないんか。紙、いや、書いてたんですけど、ね、すごいとこで止まってる。インターで止まってる。あもう行っちゃうよ、だったよ。うん、やくそマジか。じゃあ次行きます。はい。何？何？はいはいはい。待って。かなりさん。わかんねえ。合鍵。え？あいうかきくや。あーあー、いう。なるほど。かく。ああ、なるほど。あ。まあ、言う聞くかっか、口耳。ああ、なるほど。俺もう口耳指だって。俺もそれでやってた。なるほど。いや、天才かよ。じゃあ次行きます。あ？我が国。外国。そういうことか。ああ、なるほど。いや、そう、むず。全然わからん。あれ、押しても反応した。ジョンさん。牛刀ですか。牛と刀。あれ違う。え？松屋さん。牛角。あれ言ってんの？いや、本当に何どういうこと？二人ともなんでその牛に。もし。あ、そうか。え、ちょっと押せない人たちでいけそう、いけそうじゃない人いないんだったらループさんリセットしてもいい？いきまーす。はい、回答権戻ります。あ、なるほど、そういうことか。俺もわかった。え、なんで牛刀違うんだ。ん？なんで？ということは。あ、行ってみようかな。行ってみようかな。行ってみよう。なんなんだよ。いや、じゃあマジでね、これいける、いけるんだけど、もう一つの文字が見つかんないんだよ。石井さん。正解。あー、やられたー。あー、これか。青い海。あー、ほんとだ。その青じゃないよね。あ、そのせいじゃないんよ。角と、なんだっけ、牛と
刀と、あと中に正しいっていう文字が実は黒い方に書いてあって、でそれらを組み合わせてできる2文字の熟語が正解っていうのが、はあ、だから俺回答の回だけ見つけてたんよ。回だけ分かって、そうもう一文字が見つかんないから、もう回答か正解どっちかだから、俺もうずっともう一文字を探してたんだけど。え、回どこにあんの？回は組み合わせ、組み合わせ角と、牛と刀を順番に並べていくと回っていう漢字が出来上がるというのが。なるほど、なるほど、すごい、それよう見つけたな。いやーくそ、いやでもその、よ、せい、それでよかったんだ。そうきたか。なるほどな。いや、漢字やからか。そういうことよね。むずー、これすごい。すごいわ。てか、ループさんよくこんな本当に生まれた初めて見るような問題出してくるな。お前、作ったんじゃんって。いや、悔しい。